プロ野球人の社会貢献活動を表彰する第24回ゴールデンスピリット賞の表彰式が21日、東京都内で行われ、日本ハムの宮西直樹投手38が表彰された宮西は2015年から中継ぎ、救援投手の1ホールド、1セーブにつき1万円を支援する活動を開始。 当初3年間は NPO 法人アイケア北海道、2 8年からは北海道子どもホスピスプロジェクトを支援している金銭面でなく試合やファンフェスティバルの招待施設訪問など直接触れ合って活動を続ける宮西は9シーズンともに腕を振り続けてきたピッチャー一人一人の顔が目に浮かびます私が怪我や不調で苦しんでいる間 私のフンも頑張ってくれた先輩後輩たちがいてくれたからこそ今回の受賞につながったと思いますと挨拶したリリーフ陣で活動を続けることに初めは個人で活動しようかと思ったんですけどすごい数の団体さんが支援を求めているなっていうことにまず驚いて 個人でやるよりも継続性が大事だと感じて支援の輪を広げたいと思いまずはリリーフ陣事情を説明して協力していただきましたと明かし後輩たち次の世代にも伝えていってほしいと支援の恒久化を訴えた日本ハムでは2010年のダルビッシュ有投手以来の受賞ダルビッシュ投手は僕の一つ下の学年にはなるんですが当時入団してダルビッシュ投手はエースで そういう選手がプライベートでも社会貢献活動をしているのを見て一流選手っていうのは野球だけじゃないなと思いこういう活動をしたいなと思っていましたと活動を始めたきっかけを明かす新庄監督就任以来若返りが進むチームの中で来季は39歳を迎える最近ではチームは若い若いと言われていますけど プロ野球に若いというのはない、年齢は関係なく、経験も去年、今年とさせていたいた。新庄監督の言うように来季は結果を出さなければいけない年。僕もこのままじゃ終われないので這い上がってもう一度勝ちパターンで頑張りたいです、と、鉄腕はその腕を振り続けていく。